はい、皆様こんにちは。コミット TV 八木でございます。コミット TV の有村です。はい、本日も大地くんと毎週ね、そうですね、はい、対談企画ということで、はい、時計のかっこいいポイント、こちらを2人でね話していきたいと思いますので、皆様よろしくお願いいたします。はい、それではいつものいってきゅう。はい、それでは今回の時計でございますが、はい、まあ、今までねロレックスだけねちょっとご紹介していたんですけども、はい、ちょっと違うブランドをねお話ししていきたいかなと思うので、はい、はい、ね、やっと来たかという感じですね。はい、今回ご紹介するのは、はい、シューロンコンスタンタン、オーバーシーズでございます。おなんかこう拍手したくなる。オーバーシーズ。オーバーシーズ。いいですね。いや、いいですよね。これ僕実はね、入社した時初日に買ったんですよ。もう今持ってないんですけどね。はい。非常にね、気に入ってはいたんですけれども、はい、ロレックス以外でこういうお話をするっていうのもね、ちょっと初めてなんで、はい、まあ、よりこのオーバーシーズ、まあ、良さというか、まあ、かっこよさ。そうですね。これをね、ちょっとお伝えできればなと思います。はい、まず一つ目のかっこいいポイントなんですけれども、はい、ブランドの、まあ、歴史、まあ、ここですよね。まずやっぱ基本こっから入りますよね。入りますね、はい、やっぱりこの背景がすごい、うん、一度も、はい、途切れることなく、はい、現在にまで至る、まあ、最古の、まあ、メーカーということで、はい、1755年です。1755年。ちょっと古すぎないですか。何年前だよ、想像もつかないよね。1755年だよね。え、約200。どんだけ昔なんだよ。いや、本当にそこはもうすごいですよね。いや、すごいです。まあその頃から培われてきたね、もう技術と一貫したこの時計に対する、うん、まあ、作り、はい、やっぱりここが評価されてね今なおあるということで、はい、まあ、それはすごいなっていうのと、うん、まあ、何よりね世界三大時計ですからね、はい、世界三大時計といえば、はい、パテックフィリップ、はい、オーデマフィゲ、そしてバシュロンコンスタンタンということで、はい、やっぱりバシュロンコンスタンタンね、なかなか知らない方もいらっしゃったかと思うんですけれども、うん、まあ、最高級ですよね。最高級に言うとね、最高級でございます、はい、ですので、はい、ここかっこいいポイントです。はい、ギリー。今日ね、やっぱ時差、もありがとうございます。時差かっこいいね。はい、ここはね、時差かっこいいってなんだよ。、ね、まず一つ目はね、このブランドの歴史でございました。はい、そして二つ目、はい、二つ目はデザイン性でございます。かっこいいね、オーバーシーズ。はい、もうね、言うまでもないかな、はい、はい、いうぐらいのオーラは出てますよね。まあ、あの作り込みがまずしっかりしてて、はい、やっぱりあのベゼルにもこのブランドの丸太十字をモチーフとしたデザインが、はい、まあ、施されていたりとか、はい、まあ、やっぱりラグスポと呼ばれる、まあ、本当に今ね人気のねモデルでございますね、うん、ノーチラスとかロイヤルオーク、この辺りとね並ぶモデルとしてね、はい、言われておりますけども、ラグジュアリースポーツ、はい、三大時計の、はい、いやギャップエグいっすよね。何のギャップだよ。ギャップがエグい。その最高級ブランド。はい、はい、ね、普通やっぱねこうドレスウォッチとかのイメージをしちゃいがちなんですけど、うんうん、今のこうトレンドにあった、はい、やっぱラグジュアリースポーツっていうところの、はい、やっぱりモデルっていうのはやっぱギャップがかっこいい。時差がいい。ちょっと考えちゃった。本当に今あの評価もねどんどん上がってきてて、価値がね上がってきてますんで、魅力的なね、はい、モデルなのかなっていうところですね、うん、で、あとまあ一つデザイン面でいくと、やっぱりブルーの文字盤、いや印象深い、これはね、はい、本当にまあ鮮やかで、うん、ノーチラスとかロイヤルオークとはまた違ったかなりきれいめなね、うん、鮮やかな色目、これをまあ備えている、うん、まあ、オーバーシーズでございます。やっぱりちょっとそのブランドごとにねブルー文字盤って言ってもそれぞれ、はい、雰囲気が違って、またこれもねかっこいいなっていうのを、うん、まあ、感じさせてくれるモデルかなと。まあなんかラグジュアリースポーツでもね、やっぱバシュロンコンスタンタンのブランドイメージといいますか、はいはいはい、っていうのがしっかり残ったラグスポーツモデル、確かにそうですね、っていうイメージがありますね、はい、そう思います、はいはい、なのでまあ2つ目はデザイン面というところでね、はい、ご紹介させていただきました、はい、そして3つ目、はい、機能面でございますね、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、まあ、このオーバーシーズンの機能性っていうのは本当にすごい、まず何がいいかっていうと、ブレスレットタイプなんですけれども、なんと、いやー、いや言ってない。
トとラバーベルトがついてるということで、はい、これねなかなかやっぱ他のモデルではないと思うんですよ、うん、しかも付け外しがめちゃくちゃ簡単、本当にワンプッシュで取り外しができて、すぐに変えられる。そこもこうバシロンコンスタンダーのこう、ねはい、ブランドイメージといいますか、はい、ギャップがねさっきからギャップが出てるんだよどういうギャップだよそこにこうね着眼点持ってるっていうのはなかなか少ないんで、まあそうですね、はい、初めて持つよの方にもこうおすすめできるこうモデルかなっていうところもその辺にもありますよね。まあ、1本持っていれば本当にいろんなシーンで使っていただけますんで、まあ、非常に汎用性が高いですし、はい、やっぱり通常革ベルトに変えたいとかってなると結構外すのが大変だったりとかするんですけれども、まあ、その辺かなりストレスなくですね変更できて毎日楽しんでいただけるということなので、まあ、そういう意味ではあのオーバーシーズの機能面、これは本当にめちゃくちゃ押せるポイントかなと思います、うん、そうですね、はい、捨てがたいですよね。何が捨てがたいどういうことだよはい、はい、ということで ね、はい、3つ目のかっこいいポイントは機能面でございます、はい、そして最後に4つ目希少性、というところでございますね、はい、もう本当に最近なかなかやっぱり正規店では買えなくなっているモデルで、はい、本当に半年1年前ぐらいまでは予約がちょっとできたんですけれども、今はもう全く予約も受け付けられなくなりまして、ブルー以外の文字盤、シルバーもそうですし、はい、ブラックもそうですし、まあ、より一層このものの価値が高まっているっていうのが、はい、すごく分かる、ね、内容かなと思います。やっぱその辺の、ね、こう人気モデルっていうのがすごいこうね、僕自身も悔しい思いを何言ってんだよ少なく、はい、あの当然なってくるっていうところでね、はいはい、まあ、これからね、まあ、需要がね高いモデルということで、はい、まあ、価格に関してもね、今上がっているような状況でございますので、うん、今のうちからねちょっとこのオーバーシーズン、はい、気になる方は見ていただきたいかなと思います、はい、コミット銀座にもあのオーバーシーズンのね現行モデル 4500V、はい、今お話しした内容モデルですけれども在庫がございますので、ぜひこの動画を見てね、はい、気になった方は一度ホームページをね、はい、ちょっと覗いていただけると幸いでございます。はい、はい、今回オーバーシーズンお話しさせていただきましたが、はい、大事最後に一言、はい、あのね、オーバーシーズン、はい、豆知識ではあの海外仕様のっていう意味が込められておりまして、はい、どういうことだよ。私たちやっぱ海外仕様のもの好きじゃないですか、ね、まあ好き、それは好きですよね。好きなんだけど、はい、名前もね、こうすごいこうかっこいいっていう背景がありまして、はい、でしかもこうブルー文字盤、はい、やっぱり海外っていうのはこう海を渡らないといけないですよね。まあ、まあそうだね。やっぱりその海の青、はいはい、その辺もしっかり反映されておりますので皆さんもぜひあのおすすめの一本として、はいはい、ご覧いただければと思う次第でございます、はい、素敵なまとめありがとう。はい、はい、で、はい、もう本当にということでね、はい、お二人でね、はい、ちょっとかっこいいポイント、はい、いろいろお話しさせていただきましたね、はい、ぜひバシロンコンスタントオーバーシーズン注目してみていただければと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。 Thank you very much。 また皆様とお会いできることを楽しみにしております。 Yes。 では See you again。